将棋の第71期王将戦を4盾し19歳6ヶ月の史上最年少で五冠保持者となった藤井聡太五冠イコール棋聖竜王王位明王王将残り三冠も最短で来年前半までに獲得するチャンスがある無敵の藤井聡太五冠を誰が止められるのか13日の記者会見で 自身のキャリアが富士山の何号目かという問いに森林を形成できない境界線の森林限界の手前というか上の方まで行けていないと答えまだまだ強くなるとの意思を示した藤井聡太五冠2022年度は防衛戦をこなしつつ王座戦起用戦で挑戦者を目指す未獲得の王座 企業の本戦で、それぞれ優勝すれば、王座戦5番勝負、例年は9から10月、企業戦5番勝負、同2から3月に挑戦できる、プロ入りから最短で5年かかる名人への挑戦権を、争う順位戦では現在、B 級一組で9勝2敗と、C、3月9日の最終局に勝てば、 最上位クラスの A 級へ昇級する。A 級一期目で名人への挑戦権を獲得すると、23年4月頃からの名人戦七番勝負に出場。そこでダッシュすれば、谷川康二九段、59? の最年少名人記録、21歳2ヶ月を20歳、10ヶ月前後で塗り替えることも可能だ。 圧倒的な強さを見せる藤井聡太五冠を止める騎士は現れるのか勇冠富士で勝負師たちの敬意金曜掲載を連載する青野照一九段は藤井聡太五冠の強さは、羽生善治九段が七冠を独占した時と似ているが、異なるのはライバルがいないということ。今後は対戦成績が少なく、 藤井聡太五冠が手の内を知り尽くしていない棋士に期待したいが、それはこれからプロになる棋士かもしれない。それほど今の強さは圧倒的だと指摘した。立川で王将戦立川立飛局、藤井聡太竜王が王将奪取。史上最年少五冠に将棋界八大タイトルの一つ、王将戦の 第71期オルソーックバイ王将戦七番勝負第4局立川律飛対局が2月11日12日空のホテル空のホテル立川市緑町3で開かれた挑戦者の藤井聡太四冠が渡辺明三冠に4連勝し5つ目のタイトルを獲得し史上最年少19歳歳6ヶ月で五冠を達成する 歴史的快挙となった。立川経済新聞、王将戦七番勝負は、挑戦者の藤井聡太4冠が、タイトル保持者の渡辺三冠に3連勝し、タイトル獲得に王手をかけた状態で第4局を迎えた。序盤は、早いテンポで進んだものの、60手以降は互いに、長候を重ね、 12日18時23分藤井聡太四冠が114手で渡辺三冠を破り七番勝負を4勝0敗のストレート勝ちで王将を奪取した竜王王位明王王将棋聖の五冠をわずか19歳で獲得した藤井聡太さん史上4人目となる五冠達成は ハブヨジハル球団が保持していた22歳10ヶ月を1年以上も上回り28年ぶりの更新となった。ハブ球団は19歳での五冠達成は驚嘆すべき大記録。一方で昨今の内容の充実ぶりを考えると不思議ではないとも思う。今回の王将戦のシリーズは激戦の対局が続いたが、その中で、 藤井聡太さんの神人への強さが光ったと話した。五感達成について、過去に五感になられた方は、時代を築いた偉大な騎士の方ばかりなので、とても光栄に思う。自分の場合はまだまだ、そういう立場に見合った実力がまだ足りないかな、という風うにも思うので、今後、 さらに実力をつけていく必要があると、藤井聡太さん。会場は、昨年に続き2度目の王将戦開催地となった空のホテル、立川の印象について、立川は今回初めて訪れたが、対局室の窓の目の前の公園、昭和記念公園や、遠くに富士山も見えて、 都会でありながら自然が豊かなところなのかな。というふうに感じたと話した。サバンナ、高橋茂雄が、将棋の渡辺明名人の投稿に感動。なんという思いなのかお笑いコンビサバンナの高橋、茂雄がツイッターを更新。王将戦で、藤井聡太五冠に4連敗し。質感した、渡辺明名人の思いに言及した。 渡辺名人は12日の王将戦7番勝負第4局で、投了後のインタビューで、現在の心境を聞かれ、何と言うか、と、珍しく、言葉に詰まり、多くは語らなかった。普段は、敗れた後でも快活に話す渡辺名人が受けた、衝撃の大きさを伺える一幕だった。渡辺名人は13日、ツイッターを投稿し、王将戦では、 第2局以外はやれている場面があったので、あと言って、いい手がさせていれば勝てたのかもしれませんが、それはすごく細い道ですなどと振り返り、藤井聡太竜王、五冠というすごい存在がいても、対戦相手が強くないと面白くないので、その責任を果たせなかったのは悔しいし力不足を残念に思いますと現在の心境を綴った。 将棋好き芸人として知られる高橋は、この投稿を引用し、何という思いなのか。すべてを、盤の上で真剣勝負でぶつけ合って戦う騎士の、凄さに胸打たれます。と、渡辺名人の勝負にかける強い思いに心を、揺さぶられた様子。その上で、渡辺明名人の逆襲が絶対に見たいと思います。 渡辺名人のリベンジに期待を込めた史上最年少での偉業達成から週が明け藤井聡太五冠の地元は祝福ムードに市役所には懸垂幕も愛知瀬戸市2月12日史上最年少で偉業を達成した将棋の藤井聡太五冠地元の愛知県瀬戸市は14日も祝福ムードに包まれています王将戦7番勝負で 渡辺明三冠に4連勝して史上最年少。19歳6ヶ月で五冠を達成した藤井聡太五冠。地元の瀬戸市では公共施設や商店街など、街のあちらこちらに五冠達成を祝うポスターなどが掲示され、週明けの14日も喜びに包まれています。よかった。一人で手を叩いて、 喜んだ、瀬戸の誇りですね。八冠を狙ってほしい。まだ三つタイトルあるから頑張ってほしい。瀬戸市内でのインタビュー正午過ぎには、瀬戸市役所に五冠達成を祝う長さ10メートルの懸垂幕が掲げられ、行達成を称えました。